お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトウォールブレイカーをね紹介していきたいなと思います。で、まあメガナイトウォールブレイカーねたまに紹介するんですけど、またねちょっといつもとは違う形が今流行ってますのでやっていきます。でマスケット重視だった枠ハンター、で、まぁ、U7 枠はミニペッカでもね、代用が効きます。まぁ、プリンスとかもたまにね、あります。で、コウモリかサンガゴ。まぁ、多分コウモリの方がいいかな。で、デリバリーの枠もゴブリンだったり、まぁ、ローリングバーバリアンだったり、結構ね、何でもこう、中身をいじれるのがメガナイトウォールブレイカーデッキの、まぁ、強みですので、ぜひね、こう、まぁ、自分の好みに、はい、フォルムチェンジさせて、いじってね、使ってみてください。今はね、このデリバリーザップ型ですね。はい、ちょくちょく使われてるかなと思います。まあデリバリーとまあハンターメガナイトあれば基本的には何でも守れますね、本当に。まあそこで守って、まああとはなんかユーノとウォールブレイカーでちょこちょこしとくようなイメージですね、簡単に言いますと。まあ小物で回して攻めてきたらメガナイトでカウンターしてあげるみたいな、まあそんな感じなんで、個人的にねすごい使いやすくておすすめですね、メガナイトウォールブレイカーは。マジでこう僕の好きなデッキトップ3教えてって言われたら、まあ4位か5位とか、まあそれぐらいにはね、入ってくるでしょうっていうぐらい僕が好きなデッキでございます。さあ、相手はウォールブレイカーっぽい。これコウモリが来るぞ。いや、コウモリ来ねえな。でもナイトハンター、いや、ウォールブレイカーですね。さあ、来ました。このウォールブレイカーには絶対に強いと思うな、これ。で、これ今相手ナイトとハンターを裂いてるんで、ここで、真ん中やりゴブとか来たらザップとかで、あ、迫撃はやばい。これキング起動されちまいますね。なんでいっぱいちょっと攻めてあげて、あんまりね、そう相手がしたいことを思い通りさせないようにもうぶっ破したら、気づいたら相手が終わるっすね。僕何もしてないですけどね。なんか今のは相手がナイトとハンターを連続で切ってたんですよね。で、端前でこうひょこひょこ来たじゃないですか。ってことは、まあ、陸がやっぱないですよねっていう判断でぶっ破しましたね。そしたらまあ相手本当に、迫撃砲置いて、みたいなね。うわ、これやば。めちゃくちゃいい攻め来た。まあ、ですが僕もね、落ち着いてタワーがおられない程度に守りましょうか。よしよしよし。まあ、ダメージは受けていいんですよ。クラロワにおいてめちゃくちゃ大事なのが、ダメージ受けていいので、まあ、ユニットを残したり、キングがおられないように守るっていうのがね大事ですね。こう無理に守ろうとして一本普通におられたりとかで、コストでユニット無駄にしたりとか、よくあるんですよね。そういうのをちょっとなくすっていうのが大事になってきますね。相手これ迫撃スケラなんでコウモリ鬼キツっすね。鬼キツ案件。あとはこれウォールブレイカー5打たれるな。いやコウモリが無双してる。よし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 。で、まあ、スケラー、まあ、上、ないと来たら上を押さえつつ、普通に迫撃できたか。まあまあまあ。メガナイトは踏みたかったですが、ここに置いとけば、迫撃の。これ、ハンター、スケラーこれで結構守れると思うんですけど、いや、耐えたのか、これは。耐えてない。よし。さあ、コウモリがね、相手鬼キツでございます。だから、とりあえずザップとか打って、ぶっ破しとくだけで、まあ、槍ゴブリンも回るな。あれ？めちゃくちゃいい防御されてる。これはもっとね、余裕で勝ちたい相性な気がしますね。コウモリがね、相手一生きついと思うんですよ。なので、まあ、コウモリを積極的に出してね。これ、多分、ユーノが走ってピピピランドできますね。もうちょっと走ってほしかったな。ケツメガでいいかな。逆サイムートスケラがワンチャンですけど、まあデリバリーあるのと、ちょっと許容したいな。許容して、いや結構ダメージ痛いんちゃうと思うじゃないですか。めっちゃ痛い。めっちゃ痛いけど、これもカウンターですね。僕右にもメガナイト出せるようになるんで、こっから。さあ、これを、あなたはどう止める？まあ問題はこのコウモリが最強っていうのをね、生かして、真ん中コウモリ、槍ゴブ飛ばす。で、まあ、ディガーでね、しっかり。そう、メガナイトが事故ってる。よし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 。で、コストがナイスっていうね。
これはまあ非常にね、相性が良かった。コウモリがね、めちゃくちゃ活躍してましたね。ここ最近、ウォールブレイカーデッキ、まあ、ボムタワーウォールブレイカーの、まあ、いろんな方、まあ、ボムタワーが入ってないウォールブレイカーとかも、まあ、すごいウォールブレイカーデッキが流行ってるんですよ。ナイトヤリゴブコウモリとか、ヤリゴブコウモリ編成がすごい流行ってて、そのデッキの、まあ、弱点って言ったら、あれですけども、このメガナイトプラスのディガーウォールブレイカーが普通にきついんですよね。相性がメガナイトウォールブレイカーの方がいい。で、メガナイトウォールブレイカーは、まあ、そのね、対ウォールブレイカー用で、まあ、今若干流行ってるまでありますので、結構ね、ウォールブレイカー対決には優秀なね、まあ、ディガー受けもメガナイトはありますし、まあ、あとデリバリーと、そういうザップですね。なんか相手のコウモリとかヤリゴブにザップパーンって打てるのが、まあ、なんか、理論上せこいというか、なんか強いんですね。さあ、これ言うの残してぇな。走れ。走れ。いやー、微妙。え、相手ギャングだったな。さあ、枯渇だ。やべえ、構えてなかった。最悪だ。いていていて。これ、構えてたら完封できますね。なので、まあ、ザップだから、まあ、ゴブリンバレルはだるいかなと思うんですけども、まあ、一応デリバリーで、金、デリバリーと、まあ、あとあれですね。ハンターがあれば守れるのと、いや、めっちゃいいボエだな。まあ、厄介なのがプリンセスですね。なんで、僕としては。さあ。両サイドにいやらしく振っていきますね。まあ、こう振られると僕デリバリー構えてても無駄になるんで、ね、まあ、ハンターだったら、まあ、僕も若ければ間に合いますけどね。来た瞬間に。とりあえずこれギャング邪魔なんでね、処理していきます。で、まあ、ケツメガナイトからいつかは組んでいきたいんですけど、そのタイミングもちょっとむずいっすよね。打っただけかな、これ。いや、ウッド強え、マジで。一応デリバリー構えるが、よいしょ。さあ、あ、デリバリー12だけど、いや待って、そこに来て地味に痛い。12、いや、ワンチャンしまいプリン来い。いや、来ない。で、まあ、ギャングですよね。これ前だな。いや、前じゃねえ。最悪だ。俺の目が今日は腐ってやがる。待って、ゴブリンバレルの位置、ミスったことないんだけどな。いや、インフェちょっと邪魔っすよね、これ。で、ケツハンターはロケット撃たれるので、やめた方がいいっすね。これ、アイスピとかで延命されるのかな。やはり。まあ、高み、おお、お前、ヤンキーか。よしよし。これ、ナイト冴えたからこっちでいいな。で、インフェ。うわ、それうまい。いや、でもワンチャン？いや、ユーノが入ってる。いや、でかい。いや、これメガナイトも入る。いや、いい。まあまあいいプレイしてる。まあまあいいプレイしてる。うわ、最悪だ。メガナイトタイミングかぶった。いてぇ！で、この言うのはワンチャンアイスピだけで許容されますね。うん。ウッドまで使ってくれる。相手絶対コウモリきついんですよね。よしよし。いや、コウモリゲーしてる。で、ここでギャングにザップ打ちたい。いや、ジャンピング来た！さあ、この、よくあるね。僕も、たまに枯渇使うんですけど、てか枯渇僕結構好きで、いい感じなんですよ。めちゃくちゃいい感じなのに、なんか最後の最後にこのね、メガナイトプラスユニットディガーに押し込まれて守りきれないみたいな。あるあるですね。でもこう、まあ、勝ちきれるのがやっぱこのデッキの強みですね。コウモリでインフェの竹取ったり、まあ、言うのでね、陸受けがなくなる。メガナイトをナイトで受けた後の、まあ、ユーノ追加されると、まあ、ギャングしかいなくなっちゃうので、ナイト処理されるとね。さあ、ウォールブレイカー、勝ちたいですね。まあ、そうなると、まあ、入るよ。ギャングにザップ打ったら入るよねっていう。スケバリウォールブレイカー、なんかエグいデッキだな。うわ、すげえ、超枯渇デッキだ。超枯渇デッキ来た。これ、右にディガーとかつなぐ。おー、スケブ来るかな、ワンチャン。いや、スケバー来ない。
そうそう、いや、枯渇さ、怖いな、これ。これ間に合う？うわー、最悪だ。ゴミザップした。いてー。待って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 。プリン吹き屋ナイトスケ、ウォールブレイカースケバレで今6枚っすよ。やばい。エッチすぎ？エッチすぎ？相手攻めっ気がすごいな。さては、興奮状態なうっすね。だって吹き屋めっちゃ近かったっすよ、あれ。もうこの辺スレスレだったというか、もうやばかったですね。めっちゃ近かったもん。とりあえず語彙力が、よしよしよし。あ、これ入る。いや、でけえ。いや、相手もやってんな。これあれですね、ここの位置のハンターで完封できる。うん、なんならもう一個前でもよかった。よしよし。いや、まあ両サイ削らしてるって感じですね。待ってよ、もう一回数えます。プリン吹き屋ナイトスケ、いや数える余裕ねえな。まあ、でもウォールブレイカーめっちゃきつそう。あれ、相手何やってんの、なんで入ったんだ。ラッキー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 。いや、ロケとかがちょっと怖いっすよね、僕はワンチャン。さあ、ウッド。うわ、やばい。なんかめっちゃいるけど、あいつ多分今知らなかったな、俺がメガナイト持ってるの。メガネと絶対って持ってないプランでしたよね、今。いや、あれ、プリンやってほしいな。プリンやると思っての追加コウモリ。いや、プリンだけはやってほしかったな。いや、いて。やばい。デリバリーかぶってる。いや、これ勝ちたいな。このダメージ、まあ、右に、うわ、怖い。よしよしよし。いや、これはプリンとかを結構積極的に潰していくと、相手は普通に受けがきついぞ。これ言うのが走るっすね、どっちかに。いからの、からの、いや、でかい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 、端前プリン、やばいやばい。このスケバレウォールブレイカーやばいっすね、見えないんですよ。見えなくなるのやばいな。で、多分プリンとか吹き矢とかこの辺に来るんで、これ絶対あのあっちにユニット、あ、よしよしよし。いや、これ多分あれだ、左が落ちる、左が落ちるぞ。コウモリ無双きたー、すぐってゲームと。やば、ちょっと待って、相手のデッキがさ、本当に数えたかったんですよ。数えたかったんですけど、枯渇枠多すぎて、全然わかんなかった。ちょっと待ってね。迫撃スケープ。あ、ボムタワーか。あ、なるほどね。あ、すごいっすね、この、このデッキ。やばいっすね。ゴブリンバレルが入ってないけど、ゴブリンバレルがウォールブレイカーになってる、バレバレ枯渇？いや、なんかもうバレバレじゃないっすね。バレ、バレーボール、うーん、むずいな、やめとこう。まあ、そういうね、まあ、ちょっと新しい枯渇デッキはね、なんかゴブリンバレルも入ってる、まあ、超枯渇デッキとかなら、まあ、たまにこうありますけど、なんならこうオリンピックね、あのメダリストの水谷さんとかクララはやってらっしゃるんですけど、その方とかもね、超枯渇デッキ、自作デッキ使われてるんですけど、まあ、それとはまた違ったね、そのウォールブレイカースケバレデッキ、スケバレの下のウォールブレイカー、あれやばいっすね。あ、だって初見だったら気づかないですよ。見えないですもん。たまになんかあるっすよね。なんかの下のミニペッカとかが見えないとか。なんか意外と影を使う戦術とかも、クラロワとか意外とこう、まあなんか、なんていうんですかね。ちょっと頭を使った戦術と言いますか。ちょっとまあ、ね。うん、セコいって言ったら、ね、セコくはないか別に。そう。そういった戦術もあるんで、ちょっと面白いですね。まあ、目がないと言ってよかったですね。まあ、最後僕はデリバリーもあったんで、
耐えれましたねと、まあ、いうわけで枯渇とかも、まあ、ディガーがありますし、まあなんかコウモリとかがねいい感じで働きますね、いうのが、まあ、メガネットプラスいうのがとりあえず強いですねと、まあ、いうわけでさあラスト試合ね本日やっていきましょう。さあ来ました、相手のトロフィーが高いです。6259はやばいですね。僕今6200リーチとかなので、まあ、これ勝てば単純に62到達にもなりますね。ああいうのだったらペッカか、まあ、神器デッキか、まあ、そんな感じかな。ワンチャンマジアチャ来るよねみたいな。本当に来た、痛いな。さあペッカ工場か神器かどっちか、うん、あヒーラー神器だ。そうそうそう、これねムートとあとはラムライダーか古城ババ、ラムライダーだった気がするな。でこのデッキは相手あれなんですよ、陸受けがきついんですよ。なのでこれね今ヒーラー使ってマジこれ多分結構ぶっぱタイムだと思いますね。でコウモリも絶対きついんですよ。いやうまいな受けが、いやでも絶対きつい。あ来た、これ絶対終わったっすよ相手と思いたい、終わったと思いたい。いやこれちょっと追加してコウモリ残したいな。でエレキがねいいのかな、待って竹がそっちから、まあまあまあ、あの言うの入りそうだな。なんかよし、まあ一発もらう、いやめっちゃ綺麗にラムか、ラムでコウモリがちょっと溶かされたし綺麗に防衛されたっすね。今絶対相手もう終わっていいぐらいのレベルだったと思うんですよ僕の中では。メガナイト U のコウモリ、いやーマジかうめえな受けが、さすがにトロ高い。でもウェロっていう、まあ、世界で一番神器というかこういう、まあ、神器デッキって呼ばれるデッキ上手い人がいるんですけど、いつもこの人、その人ね毎シーズン3赤以上4赤とか回してるんですよ。でも全部上位いる、もう2桁1桁とかにいるんですけど、ワンチャンその人なんじゃねっていう疑惑出ちゃうっすねこんなん。これだもんな、マジアチャ左来るっすね。わ来ない、あ来た。いや僕ちょっと今ねプレイが冴えてるかも。ムートとかにあれ出したくなるじゃないですか、いろいろユニット。いやこのラム浮きやばいな、うわー入るか。まあ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 、でこれメガナイトで踏みたいんですけど怖いっすね。でも相手もなんかグッドゲームって言ってんな、怖っ。さすがにこれ僕踏むじゃないですか、これ踏まない理由がないですよね。まあ相手もその踏まれるの分かって、もう後ろからねユニットを貯めてきてますね。いやーヒーラーがやばい、よしよしよし、そこだけでもね。いや回る、よし、いやでけえ。いやこれ相手終わったろ、絶対やりすぎたで、相手やりすぎた。でエレキが絶対下に来る、てかもうユニットっすね、一旦ユニットでぶっ破してからの最後にウォールブレイカー、うわー来た。いやこれ絶対ウェロじゃないのかな、違うのかな。よし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 、いやこれはね皆さん全然わかんないかもしれないんですけど、普通に単純に僕個人が嬉しいっていう、しかも37。よしよし、いやでけー。というわけでね62ですね、まあ言うて80位、上がでも65か。おベール、おその人もヒーラー神器使ってる、多分同じっすよね。ヒーラー神器、これめちゃくちゃちょっと前に流行って、めちゃくちゃちょっと前っておかしいなちょっと前に流行ってたやつなんですけど、ワンチャンちょっとまた動画出せたらいいかなと思います。というわけで終わります。よければねチャンネル登録高評価ねコメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。